Mình cá cha. Dòng cái hả áo. Kì kì. イラハマチャンネルです。今日お母ちゃんたくさん料理したんだって。みんな見てね。ほら、ちょっとエラどいて。これをオーブンに入れます。いってらっしゃい。わあ、曇っちゃった。できた。これを一口サイズに切っていきます。切っていきます。こんな感じで切れました。今からコーティングしていきます。こっちが自宅で食べる用と、こっちが今日のいけばな教室先生とクラスメートに持ってく用のラミントンです。じゃあラミントンいただきましょう。いただきます。こんな急がなくていいよ、花。どうぞ召し上がれ。いただきます。はい、おいしい。おいしい。食べた。おいしい。お母ちゃん食べて。うん、いただきます。いただきます。いただきます。うん、おいしくできたね。もっと小さく切ってもよかったかもね。おいしい。エラにはこれ甘すぎるんだよ。エラね、月に1回お薬飲むんだよね。わかるの？うん、わかる。リスはでお薬食べるんだよ。リスお薬食べるの？お母さん知らなかった。
朝ごはん食べたばっかよ。人参だもん。人参食べたいの？なんかわかんないけど、なんか食べたいんでしょ。じゃあ人参後であげるよ。まず人参切らせて。いい？まだ終わってないから。お肉1キロ。お、いらないです。またエラが来た。この量だとあのパイのお皿には全部入りきらないので、入りきらなかった分は明日のカレーとかにしちゃいます。セロリとマッシュルームも追加しました。私の気のせいかもしれないんですけど、オーストラリアのお肉ってちょっと臭みが強い気がして、私はいつもこういうのを作るときにジンジャーを入れます。クミンとパプリカも入れていっちゃいます。タイムもあったらよりいいと思います。これも匂い消しにいいと思います。水分をどんどん飛ばしてきます。詰まってきたかな。これぐらいでもういっちゃいます。バッサバサ入れてきます。もうバッサバサ入れてきます。今からオーブンに入れます。花は外で食べたいそうです。準備はできてるんだけど、この子用のお皿を持ってくるそうです。この子も食べ終わったの？うん、はい。じゃあ食べましょう。手と手合わせて。いただきます。いただきます。どう？美味しい？牛乳よ。牛乳忘れてさ。早く牛乳買って。はい、どうも。この子牛乳忘れてた。はい。美味しい。美味しいでしょ？邪魔に終わっちゃうね、これね。誰がこのスプーンなの？お母ちゃん。で、残りは飲みます。
ラップをして1時間ぐらい冷蔵庫に入れておきます。ティーズアップ。おいしい。おいしい。あ、よかった。あ、お魚から食べたんだ。え、おいしい。 Look at this dad. おいしい。やっぱりビール使うとめっちゃサクサクになる。衣がサクサク。サクサク。サクサク。おいしい。よかった。あら、全部食べたね、お父ちゃんね。It was very nice, but I prefer crumbs.I am part of a crumbed community in Australia. 2つじゃコミュニティがあるの? Crumbed community と Yes. The abattered community が? No, yes. I'm Two not. Two different communities are part of the crumbed community. I'm that big. そうでしたか。見てくれてありがとうございます。またね、バイバイ。Thank you for watching. See you later.今日はフィッシュ&チップス食べたんだ。おいしかったよ。みんなまたね。バイバイ。